こんにちは、ひさごとわです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はですね、新しく襖の薄口というものが出ましたので、そちらのご紹介になります。今までの薄口ではないタイプはですね、外にポケットがありまして、スマホケースなどがね入ったんですけれども、今回その外のポケットをなくしてですね、厚さを抑えたものになります。よりシンプルな襖になっています。今回お見せしているこのスタッツ付きのものも、可能なんですけれども、スタッツがない方がいいっていう場合はなしでお作りすることもできます。これ今回モデルとなっているこのスタッツバージョンがですね、なんと両サイドで1000個を超える数がついてるそうで、なんかそんなについてるように見えないんですけど、片面500個ぐらいあるそうなので、はい、一つずつ手でちまちま久子さんつけておりましたが、こんな力作でございます。なんか市松模様の感じで、とても可愛い仕上がりですね。でこの黒い部分がですね、豚革なんですけれども、2種類の豚革を使ってまして、細い、枠の方と柱の部分がですね光沢ある革で、この2つのついてる中のところがちょっと光沢が、抑えられたものになってて、同じ黒でもこう違いが出て、さらにおしゃれとアップな感じになっております。はい、中見ていきます。で、もちろん久子さんですので、ガマ口の口金のパーツは革を巻かれていまして、はい、なんかこの紫に見えるところがですね、ペットボトルの再生ナイロンというのを使ってまして、再生繊維ですね、ごめんなさい。で、こちらも光沢があるね、とても綺麗な高級感のある生地になってます。で外のポケットがですねなくなったのと、中はですねこのカードを入れる箇所が13箇所あったのがですね、今回8箇所に減らしていますと言いましても、まあ1枚以上入りますので、まあ最低8枚は必ず入るという形ですね。はい、で一番端っこも、マチがちゃんとついてまして、入れやすいように設計されていますし、真ん中ここが小銭ですね。そして今実際のお札をちょっと試しにお見せするために、入れてみているんですが、こう左右にですねちゃんとゆとりもありますので、キツキツではなくて、はい、出し入れがしやすい形になってます。この小銭入れがやっぱりね、ワンタッチで、一気に中が見えるっていうのがですね、すごく楽と言いますか、一手間省けて、あたふたしなくていいかと思います。はい、わかりますか、これ小さい粒が4つで、1つの正方形になってますね。本当に500個あるのかな、すごいですね。はい、でこちらが、前ご紹介させていただいているポケット付きのものですね。こういう違いです。今回このスタッツバージョンはですね、今オンラインショップで販売させていただいてますが、価格が55,000円ですね。スタッツないので33,000円になります。
よろしければホームページのオンラインショップ一度覗いてみてください。ありがとうございます。何か質問などございましたらコメント欄の方にお寄せください。ありがとうございました。いただきましてありがとうございました。商品の詳細やホームページのアドレスは概要欄に記載しておりますので、よかったらご覧ください。またインスタグラムもやっています。フォローいただけると嬉しいです。ではではまた。ありがとうございます。